はい、いよいよテンションが入った項目になってきます。初級編、中級編でベーシックなサウンドを抑えることを覚えたと思いますが、ちょっと上からのカメラポジションをお願いします。はい、まずすごい初級の時に何をやったかっていうと、例えばブルースだったら C F G C G7 だったら F7、 こういう形ですね。で、中級で何をやったかっていうと、これに1音足して、もしくはまあ、もしくはあとは高いポジションもありましたね。どちらでもいいんですけど。で、こういう形のものに今回は何を加えるかというと、テンションと呼ばれる音を使います。ノーマルペンテンションというのはどうやって作ってるか、これもまあ理屈は理論書見りゃいっぱい書いてあるんで、簡単な覚え方だけ説明します。 Q の音っていうのはコードネームで、例えば Dm って書いてあったら、1音2音つまり半音2つ分上の隣ですね、これが Q だと覚えてください。レだったらミ、ソだったらラ、ドだったらレ、ラのフラットだったらシのフラット、ミのフラットだったらファ、こういうことを覚えます。いいですか。 Q っていうのは、ルートと呼ばれる音の前音上だと覚えてください。例えば F7 の Q の音、指折り数えて9個なんて大変ですよね。 1,2,1,2,3,4,5,6,7,8,9 途中の計算間違えしたら分かんなくなっちゃう。隣の音、前音、隣の音、右隣の音と覚えてください。いいですか。じゃあオーソドックスのやつに何乗っけるかって話しますよ。じゃあ Cm7 っていうのをオーソドックスのがあったとします。 Q、 ドの全音上を乗っける、かっこいいですね。あ、じゃあ Dm7 の Q、 オーソドックスに覚えたのこれでしたよね。この上に Q、 簡単ですね。どんどんいきます。 Gm7 の Q、 こうやって押さえればいいんですね。じゃあまああとはちょっと離れたやつって言いますね。 Cm7 でこれ押さえてる Q ね、ルートの前音。ああ、かっこいいな、もうたまんないですね。こういう音が9の音です。じゃあ今度は13っていう音、これなんか数えてられませんよ、やってられません。第5音の前音上 C だったらこれですね失礼、13と6は一緒だと覚えておけばいいです。前これで覚えました ね、何にもないメジャー7、7、6で覚えましたよね。6だから抑え、練習してる人はすぐ抑えられるんです。だから C って見たら6の音なんだな、だから13って6なんだな、これを覚えていけばいいわけですね。はい、そしたらあのちょっといいですか、弾いてみますよ。で、Am7 の9で G7 の13、 Cm7 の9ですか。なんかこうつまんでるだけだと分かります。つまんでるだけね、形で覚えちゃえばどうってことないでしょ。最初はね、なんか頭痛いなと思うんだろうけど、理屈が分かったらあとは形で覚えてください。練習法は PDF に書いてありますね。これも全部これでいけちゃうからですよね。だから高いポジションもね、もういろいろできますよね。うまいことできてますよね、世の中っていうのはね。こういうね、あの Q しか出てこないポジションもあります。もう一遍弾いてみますよ。これ4声だけで十分のサウンドができます。いいですか。この後またあの応用編で5声っていうのがありますけども、これも基本的にできます。ノーマルペンションだったらどっか止まるんかい。テンションっていうのは Q っていうのはいちいち9個数えない、必ずルートの全音上が Q で、13っていうのは練習した6と同じ音だっていうのが分かれば、そのまま乗っけることができます。じゃあ G7 の13っていうのはこれですね、このミの音です、レの前音上ですね、もしくはこうやって覚えたこれです、これを乗っけてあげれば、
これベーシックで練習したやつですね。これの上に乗っけたやつ。Dm7 の9、G7 の13、Cm7 の9。わかりやすいですね。もう一つのポジションでいきます。ただの Dm7、G7 の9、Cm7。これのポジションが書いてありますから、これで練習を積むとですね、いろんなことができます。本当にいろんなことが書いてあって楽しいですね。メジャーキーをまず覚えることが大切です。じゃあ通常の画面に戻してください。はい、ここにちゃんと書いてありますから、でこいつ PDF ダウンロードして見ていただければ、あ、なるほどな、こういうことかっていうのが分かります。要は弾いて覚えることが大切ですから、これまでの積み重ねが無駄になることはありません。皆さん随分苦労されてこの上級まで登ってきたと思います。途中で何回も嵐に遭い遭難しそうになり、もしくは山に登ったのだ、そうね、途中でもうビバークしている時にもうダメかもしれないと思っても、ここまで登り詰めてきた皆さん、上級編ではテンションの使い方を覚えるということが大切になってきます。こうするととってもかっこいい、サウンド作りができます。